感じゃいいな。今日はなんか元気がいいですか？元気だけじゃないですよ。今日はもう本当乗り物に自分でいるんですけれども、今日作る料理を私今日踊りで表現していいですか？見てみてくださいね。ツイストというの音楽なんですけれども、今日作る料理はツイスト、韓国語ではファベギー、作ってみたいと思います。ファベギーって昔からある本当にお母さんと市場に行って一個ご褒美でもらう懐かしいおやつなんですけど、日本でもありますよね。そうですそうです、ツイストパンです。砂糖がたっぷりかかってあるもの。それが今市の大久保だけではなく韓国でもいろいろ話題になってるのって知ってますか？私も想像もつかなかった。私が普通に食べたその懐かしいファベギーがこんなにシンデレラみたいに変身するとはね。今日は家でも手軽に作りながら、皆さん家族と一緒にデコレーションしながらファベギーを本当にお姫様王子様みたいにおしゃれにしてみてください。もう今から楽しみになってでしょ？じゃあ皆さん準備できましたか？これからファベギの新しい風を巻き起こしながらファベギ作りに行きます。じゃあ行きます。じゃあ生地作り、強力粉の方がいいですね。あとイスト、そしてバター溶かしました。だいたい600ワットで20秒やるといいです。卵、あと牛乳、あと砂糖、塩、イストの部屋作ります。砂糖の部屋、塩の部屋、ちょっと別々にしてね。溶かしたバター、お風呂ぐらいの41度2度に温めた牛乳、ちょっとイストに溶かして、イストが元気になるようにしましょう。それで全体にかけます。溶かした卵、よく混ぜてね。ちょっと手にくっつくけど、ちょっと頑張ってこねりましょう。ここ使ってこねると楽ですよ。あー、ちょっと滑らかになった。これで発酵、息が吸える穴開いて3倍まで膨らませましょう。このポイプは欠かせない。家にチョコ持ちがあったのでラッキー。黒いクリームクッキー、きな粉、チョコパウダーあるともっとおしゃれになるでしょう。と個人的に自分が好きなケチャップとからし、これは明太子マヨが本当にデザートがおつまみに変わる瞬間です。私はくるみ大好きなんで今日もくるみたっぷり入れるぞ。チョコシロップあったら子供喜ぶでしょう。じゃあ今見ると2倍以上膨らんできました。大体1時間半ぐらいかかりました。これを1回空気抜きます。あー、落ちる感じいいですね。ここから一気に皆さんテンション高くなると思います。やる気出てくると思います。すごく滑らかになってますな。ロコ作りました。これをちょっとこねる、また1個ずつこねましょう。この1個を伸ばします。ちょっとつくなと思ったら小麦粉かけていいですからね。真ん中からだいたい30センチぐらいになりました。そしたらこっちは外側、こっちは内側でシュンシュンって回してください。このように巻く前からティースね。だけどこれちょっと難しい方もいますので、ちょっと苦手だなと思ったらパース、大丈夫。ここから皆さんもうトゥイスト作ればいいですよ。ピュンとできる方もいますけど、私よくできない。尻尾はこういう感じでくっつけばトゥイスト完成。二次発酵します。だいたい40分くらいかけますね。じゃーん、見てください、2倍ぐらいに膨らんできました。二次発酵したもの好きですね。なんか赤ちゃんの足見たくないですか？ぷにょんぷにょんなってます。油が熱くなってきました。じゃあ生地入れてみます。あー、上がってきた。火を弱い中火にします。
うわー、こんなでかくなったもと入れます。持ってみるとふわふわ。だいたい1分ずつやっていきます。あ、もう茶色になった。そしたらシュンシュン、あー、いい色。あ、皆さん小麦粉の風味半端ない。じゃあどれどれ。おお、なったなった。1分1分やったので、よっしゃ、いやー、クワベリー、じゃんじゃじゃーん。いろんな色のドレス着させましょう。きな粉と砂糖、一番やっぱり裏切らない味じゃないかな。もう一つはまた砂糖きな粉一緒にやっちゃいます。もったいないから。抹茶、抹茶大好き。今世界中が抹茶ブームですよね。1個目と3個目はまず生クリームいきます。両方とも生クリームでトッピング買えます。生クリームいっぱい。こっちは何でしょう。ピンポピンポン、いちご。よいしょ、ちょっとジグジャグでやった方がいちごちゃんにはこれ合うでしょう。なあ、楽しい。もう1個はクッキー&クリーム。もちも、じゃじゃん、じゃじゃん、クッキー&チョコもち、はつみつ。なんかピヨにも良さそうですね。くるみをたっぷり、じゃじゃじゃん。これ誰か見て商品化してくれないかな。最後のもう一つは私が皆さんに言ったでしょ、マヨネーズ明太子海苔。これがほんと何個でも食べれます。じゃじゃじゃん、どうですか。こんなに皆さん家でパーティー、楽しいパーティーできます。ぜひ作ってみてくださいね。ちょっと達成感半端ないですね。いただきます。うん、家のドーナツはサクサクかもいいけど、しっかり熟成していいですね。皆さんもちもちの揚げたてどうぞ食べてくださいね。ツイストでしたよね。タン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 、それだったのね。あまりも今日作りながら贅沢と思ってて、なんかエビスの CM ソングが出ました。シャッシャーン、もう本当に贅沢な気持ちになりますよね。あ、まず乾杯。乾杯。あれ、今日はね、一応私甘いもの食べるときはちょっと酸味がある飲み物好きなので、クレープジュース持ってきました。あー、疲れ取れる。全部食べます。嘘。いやー、ちょっと食べるのもったいないけど、やっぱりいちご先食べたくなりますよね。バーッと食べたいんですけれども、今日次男がオリエンテーションで帰ってきます。すごく疲れて帰ってくると思う。近所の中、新しい人、新しい環境で2泊3日頑張ってくるので、これ少し残して食べさせたいです。なので手でつぎて食べますね。おお、幸せ。うん、この皆さんシルバーのプチプチの飾り、名前とか分かんなくてごめん。いいアクセントになりますね。ごめん、これもう一口だ。これはちょっともう一個作ろう。これは美味しすぎ。私のローマンがあった市場の小ネギも熱々で、その砂糖を頬に舐めながら食べる味、1個5円でした。50円だったので、はい、その味がこんなにおしゃれに変わってて、味も何倍も上がったけど納得する。なんかね、ちょっと疲れた体とか疲れた心に癒しの、今ちょっと日本語が出てこないんですけど、マウンテンデューですよね。朝顔に落ちる水玉みたいな癒し系の感じがしました。あ、このクリーム&クッキーは絶対うちの息子好きなので、じゃんじゃんじゃー、私の本命の抹茶食べます。抹茶そのままだった。あ、抹茶も好きだ。うちの子供たち抹茶大好きです。アイスも何でも。あー、このもっちりか、皆さんに見せたい。いただきます。この喉に詰まる感じ素敵ね。
この苦味がある抹茶最高。やっぱり一口では終わらないですね。やばい、これ全部食べりそう。やばいやばい、やめようやめよう。じゃんじゃじゃーん。夏はもうね、もっとかけたかった。このまま蜂蜜、夏のこの音、なんか雪の上を歩いてる感じで、スッスッスッ、サクッサクッサクッ、音がして、これは女の子みんな好きでしょう。これワインとかでもいい気がする。この上にちょっとだけチョコレートの線引けばパーフェクトじゃない？うん、うん、一口だけ。わお、最後来ました。最後、私が好きなおつまみになるワベギーです。砂糖をかけてケチャップかけるのもすっごく美味しいです、皆さん。なんで子供たちに砂糖をいっぱいまぶしてあげて、ケチャップだけもうやってみてくださいね。じゃあこれを食べるためには、今日ワベギー作ったらちょっと疲れました。今日私はここで仕事終わりにします。家帰ります。ただいまただいま、家帰ってきました。あー、今日も疲れた。もう疲れたら今日はこれにしました。わ、どんどん上がってきます、上がってきます。これこれこれが見たくて、また一日頑張ることですね。あー、いつ見ても飽きないわ。斬新だ。私がこんなに散らかして食べたけど、後で綺麗にまたカットしてあげよう。もう飲んで飲んでって。はい、飲みます。うー、皆さん、お疲れ様です。うん、泡最高。わー、じゃあ、いただきます。ちょっと口がちっちゃくなったでしょ。お腹いっぱいになりました。このしょっぱさ。ここ、砂糖まぶしてからこれかけてもすっごく美味しいですからね。そしたらこれ無限に入ると思う。あー、この塩気たまんない。あー、うーん、お腹いっぱいになったのに入る入る。ワベギー作ったんですけど、皆さん、作った後、デコレーションした後にすごくちょっと言えないぐらいの達成感と幸せが待ってますので、休みの日とか時間がある時とか、体の体調がいい日、家族と一緒に作ってみてくださいね。じゃあ、たんちゃん여러분、안녕히요、とまんなよ。